スローイングミュージズはアメリカのロックバンド。1981年にニューポートで結成。同じ高校の同級生であり、イフ姉妹でもあるクリスティン・ハーシュとタニア・ドネリーを中心に結成。当初のバンド名はクリスティン・ハーシュザ・ミュージスだったその後ベーシストにエレイン・アダムです。ドラマーにベッカ・ブルーメンが加入するが1983年に脱退。 新ベーシストにレスリー・ランストン、新ドラマーにデビット・ナルシゾが加入した。1984年に自主レーベルより EP、スタンダップをリリースしデビュー。その後バンドは 4AD と契約し、アメリカで最初に 4AD と契約したバンドとなる。1986年にギルノートンプロデュースのセリフタイトルのファーストアルバムをリリース。 続けて1988年にセカンドアルバム、ハウストルネードをサイアーレコードからリリース。1989年にサードアルバム、ハンク・ポッパを発表した後、1990年にベーシストのランストンが脱退。新しくフレッド・アボンが加入し4枚目のアルバム、リアル・ラ・モーナを1991年にリリースするが、ドネリーがブリーダーズでの活動に専念するため脱退。 1992年にバンドは新ベーシストのバーナード・ジョージズを迎え5枚目のアルバムレッド・ヘブンをリリース。アルバムには元ハスカードのボブ・モールドがデュエット参加している。1994年にハーシュはソロアルバムヒップスメーカーズを発表した。1995年発表の6枚目のアルバム ユニバーシティの内容はアプレスから称賛されるが、売れ行きは思わしくなく、その後サイアーを解雇される。1996年に7枚目のアルバム、リンボーをライコディスクよりリリース。1997年にバンドは解散し、ハーシュはソロ活動を本格化させる。2003年にバンドは再結成を発表し、同時期に8枚目のアルバム、スローイングミュージズをリリース。 タニア・ドネリもコーラスで参加した。2013年に10年ぶり9枚目のアルバム、パーガトリー・パラダイスを発表した。ありがとうございます。